皆さんこんばんは。マナのラフラジオのお時間です。毎週日曜日の夜9時半から10時までの30分間、私玉城マナがマナのラフラジオをお届けしています。今日も楽しくお届けしていきますのでよろしくお願いします。今日はですね、ゲストの方をお迎えしております。では、あの自己紹介お願いします。はい、えー、ラジオラジオのお聞きの皆さん、そしてツイキャスを見てる。 えー、ユーザーの皆さんこんばんは、えー、シグナスと申しますよろしくお願いしますありがとうございますすいませんいきなり降ってしまって <laughs> あのシグナスさんですねもうなんか最近もう本当にずっとあのギャラリーの方にリスナーさんでねあの見てきてくださっててもう今日はですねもうぜひ出ていただきたいということでお声掛けしたら心よく出ていただきましたありがとうございますよろしくお願いしますはいお願いします、はい えー、今日はですね10月29日、すみ,すみません、29日ですね、もう10月ももう後半ですよ、皆さん、もう後半というか、あと3日ですね、シグナさん、台風の方う、大丈夫でしたかなんかあっという間に過ぎ去っていった感もありましたね、うん、結構強くなってたみたいなんですが。うんうん 僕自分が住んでるところが、あのところはちょさあの高台っていうか、ちょっと坂の方になっているから、若干強,い強く強く強く吹いたりすることもあったんだけど、はいはい、でも、実際は、実際のところ、そんなに強くもなくっていう感じだったかそんなに、うん、あよかったですそうそうなんか。本当に 昨日土曜日一日だけ台風ですぐ過ぎていて今日はもう朝からねちょっと晴れ空っていうか太陽の光もね見えたりしてはいもう沖縄は台風が過ぎ去っていきましたで昨日はですねシグナスさん東京オリンピック何日前だったかご存知ですか？何日前？うん見ないかも。わかんないですよね普通に私もテレビ見て気づきました千日前だそうです昨日で。 昨日ではい、なので今日で999日前ですね東京オリンピック、うん、2020年まであと3年なんですけどすごいですよねなんか私の友達はですねあの県外の大学の方に行っててで東京オリンピックが日本でやるって決まったらあの東京オリンピック見るまで沖縄には帰らないっていうことで。 そのまま東京で就職しちゃった友達とかもいて多分、オリンピック終わったら帰ってくると思うんですけど <laughs> なんかそれに最近友達と話してたのはですねこの子は東京オリンピックのその時に、あのー、なんか彼氏とか誰か誰と,と一緒にオリンピックを見ていてそのオリンピックの年そしてテレビを見ている時にプロポーズされるのが夢っていうところまで話してて。おー どうですか。なんかみんな東京オリンピックになんか夢託してんだなっていうふうに感じたんですが。うん、なんかそんな感じますよね。そうですね。どうですかシグナスさん。なんか2020年までにとか2020年にややりたいこととかありますかね。うん、とくなんだろう。す全然ポすぐに思いつかないですよね。ですよね、うん。皆さんもメッセージ何か。 二千二十年東京オリンピックに向けてやりたいことやその時やりたいことあればメッセージください。あ、モンチチさんからとタカシエさんからこんばんはというふうにメッセージいただいてます。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。<laughs> はい、では今日も楽しくお届けしていきます。ではですね、今日のですねオープニングナンバーはですねあのー、シグナスさんのおすすめの曲をお届けしたいと思います。ではシグナスさんの方から曲紹介。 よろしくお願いしますはい、えー、まなみさんの、えー、ミニアルバムの中からオドレティーダ はいお届けしました曲はシグナスさんからのリクエストさんリクエストでしたまなみさんで踊れティーダでしたではウムさんユンタクタイムのコーナーに行きたいと思いますというあの曲中にですねちょっと話してたんですがあのハロウィンのことシグナスさんを那覇の方で仮装してる方見たんですよね、うん、歩いて歩いてる方もいたしなんか店の中に入って 昼間でたかしさんからもコメントでライカムで子どもたちが仮装して歩いているのを見たということで私、まだ遭遇していないですね31日がやっぱり多くなるのかなと思いますね、うん、では今日の「うむさんゆんタくタイム」のコーナーに行きたいと思いますこのコーナーはですね沖縄県内の記事を取り上げてみんなでゆんたくしようというコーナーになりますでは読ませていただきます 柑橘香る県産業をブランド化を研究、沖縄水産高校3年生。県産シークワーサーの香りがする養殖魚、フルーツフィッシュの開発を沖縄水産高校のグループが研究しています。沖縄水産高校は多摩、浜笛吹きとシークワーサーを使用していて、果実を丸ごと混ぜた餌を魚に与えることで、さばいた時にシークワーサーの香りや風味があり、 魚草も抑えられた、えー、総合学科海洋生物系列3年生の浅田あゆかさん、照屋舞さん、がか海とさんの3人はさっぱりした魚肉でおいしいと思う魚嫌いな人や若い人にも食べてほしいとブランド化を目指しているそうです。という記事をご紹介しました、シグナさん聞いたことありましたがシーカッサーを餌にして育てているお魚さん、まあ初。初めて聞きまますですでよね <laughs> まだ あでもブランド化初っていうことなので出回ってないですよね、市場に。シーカーさんの味が、が味香りがする魚ってどんな感じなんですかね。<laughs> ま,だまあ、まだ出回ってないっていうことなんですよね。です,んだろうです、ね、これから,から楽しみなんですけど、うん、私あの、ボランティアでちょっと沖縄水産高校のこの。 えと子どもたち生徒の皆さんとよく会う機会があってですねこの,この海洋生物系列になるんですかねなんか結構こういう牡蠣の養殖ですとかこういった魚の研究をされていてで実際に自分たちで魚をさば,くさばいておろして刺身にすることまでできるんですよ。すごくないですかすごいですね。ですよね。どうシグナささん釣りとかかれますかいやあのー 見に,見に行くことはあるんですけど釣り,釣りを見に行くことはあるんですか、うん、あのたまにあの海岸とかに行くことがあって、どこどこで防波堤っていうところで防波堤があって、やってる方いますよねす、うん、あそこを見に、うん、確かに釣り、私もやってみたいんですけど。 分かんないんですよね何を買えばいいのかとか難しそうですよね、うん、ちょっと難しいですねうんでも専門の人が一人いればあそうですねいろいろと教えてもらいながらでもこの高校生のね皆さんがこういう魚とかをね本当にブランド化を研究していてしかももう本当にさく技術とかまで身につけてるっていうのを目の当たりにしてすごいなと思いましたね、うん、高校でこういうのを学べるって。 あ、高橋さんからメッセージです。もしかしたら今回台風で中止になった産業祭りでお目にかかれたかもしれないですねということで。あ、はあ、あ<ー>確かに。台風で産業祭りが中止なった。あ、中止になったんですか。<laughs> うーん。確かにこういう産業祭りとかでこの高校のね研究成果っていう感じで出されてたかもしれないですね。ぜひ、うん、あの私 食べてみたいですよねシーカーさんの香りがする魚って、うん、ですね一度 <laughs> 食べてみたいです多分よねまたタマンっていうのが美味しそうなので頑張ってあのブランド化してくださいっていう記事でした <laughs> ではウムさんイエンタクタイムのコーナーでした はいお届けしています番組はマナ、ま、のラフラジオです今日はあのリスナーさんのシグナスさんをゲストでお迎えして一緒にお届けしていますよろしくお願いします <laughs> ではですね本日のミュージックパワーのコーナーに行きたいと思いますこのコーナーはですねあのー、音楽を紹介してみんなで一緒にあの音楽の力を共有しようっていうコーナーなんですが皆さんからのリクエストもお待ちしていますのでぜひぜひ、えー、メッセージコメントお寄せください ラジオの中で流せるよようにしししたいいいと思まますのでよろしくお願は今日はですねあのー、シグナさん今日は私のおすすめの曲を紹介したいなと思ってるんですがこの曲最近ですねあのー、テレビで見てあのいやいや最近の曲まあ今年の曲ではあるんですけど最近またテレビで見てあすごいいいなと思ったので紹介したいと思います。でですね あのー、ちょっと今日はクイズ、なんかシグナスさんをお呼びしてる時私、クイズばっかりやってる気がするんですけど、ですよね、でしょっちゅうシグナスさんにあの振って困らせるっていう、すみません、で今日もですね、ちょっと、あの歌手ど,、えー、とどの歌手の、まあ、なんていう曲かっていうところまでは難しいので、どの歌手のアーティストさんの曲を紹介するのかっていうところをクイズ形式でお届けしたいと思います。なのであのでリスナーの皆さんもあ この人じゃないっていう分かったらコメントでお知らせください。よろしくお願いします。では行きますねシグナスさん。はい、よろしくお願いします。はい、絶対あの聞いたことあるあのグループなのでお願いします。じゃあヒント一日本の四人組バンドです。わかりましたか？四 <laughs> 人四人男,男性ですか？あい,いところ聞きますね。 そこ,そこもヒントにしてました4人組って一番多い感じしますよねバンドで、うんね、あでも待ってくださいね、うん、この「男性ですか?」っていうところで、あのー、人数を具体的に言っちゃうともう分かっちゃう気がしますなのであのまあ男性も女性もいるグループです<ー>うんうん <laughs> うちょっと分かんない <laughs> <laughs> 難しいですね、うん、じゃあヒント2です 2011年にメジャーデビューした、えー、バンドグループです。2011年って言ったらでも最近って感じしませんかですよね。ですよね最近ですよね6年前です6年前、うん、にメジャーデビューしたグループですなんかその前はインディーズで活動していたみたいです難しいですね ちょっと出てこないですよね <laughs> すみません困らしちゃってリスナーの皆さんもあの分かった方いましたらメッセージください <laughs> ではあじゃあヒント3いきますねじゃこれは男女比です男性が3人で女性が1人ですちょっと待ってくださいね今ツイッキャス見ないでくださいねシグナさんあの正解が出てしまいましたので <laughs> あ すごいあのツイキャスの方でコメントくださった方早いですもうあの正解が出ましたあのまだクイズに参加したいという方はツイキャス今あの見ないでちょっと考えてみてくださいシグナさん男性三人組女性あじゃ男性三人女性一人のグループですう <laughs> もう一個いきますか2011年だよねはい。 あと一つヒント言ってもいいですか、うん、お願いしますはい難しいですねすいません <laughs> メンバーの一人がかぶり物をかぶってますかぶり物っていうのかな頭にはいかぶり物はい <laughs> どうでしょう難しいですねちょっと難しいでもとかないでんかか出てきそうですよね か分かりますわかりますなんか有あの店内の優先放送でこうな,んかなんか聞いた覚えはあるんだけどでもグループ面思い出さないあなるほど確かにそうですね、うん、ええー、ですね2015年にリリースした曲が一世を風靡しましたマイクの持ち方が特徴的なあんなですこんなああ<ー> <laughs> <laughs> 出ました。この横も、横持ち、マイク横持ちの。間違ってなければ、ごめんなさい。はい。と、世界の終わり。あ、ピンポンでーす。<laughs> ありがとうございます。<laughs> ふすいません。私も冷や汗かいちゃった。あ <laughs>、十分、十分か <laughs>。もう、汗も。ちょっと。今日なんか、このクイズのヒント考えるの楽しく考えてたんですけど。いや、難しいだろうって、今言いながら思いましたね。<laughs> すいません。ありがとうございます。あの、コメントの方でですね。 T6784 さんからメッセージ頂い,いてせせない <laughs> ちょっと打ち間違いなんですけど世界の終わりかなっていうふうに早速コメント頂い,いてましたすごいなすごいですね <laughs> 多分あの男性3人組女性1人組行言った直後か言う前ぐらいにメッセージいただきましたすご,いすごいですねいやでもシグナスさん正解してくださってありがとうございます <laughs> いや私だったらもうあの

世界の終わりさんの曲を今日は紹介したいと思いますではシグナさんクイズに参加してくださりリスナーの皆さんクイズに参加してくださりありがとうございましたでは今日の曲をお届けしたいと思いますあのすごく歌詞がいいので皆さんも私最近すごく聞いてるので歌詞に注目して音楽をお楽しみくださいでは世界の終わりでレイン はい、お届けしています曲は、えーと、世界の終わりでレインです。すごく素敵な歌詞で元気づけられる歌詞だと思うので皆さん聴いてみてください。ではエンディングに行きたいと思います。早速明日の天気からお知らせしますね。明日10月30日月曜日は曇り時々晴れ。降水確率は20%なのですごく春間が見えると思いますで。最高気温が24度、最低気温が22度になります。シグナスさん、どうでしょう だいぶ。え、なんか涼しくなってきたのかなって感じ。ですよね。だいぶ一気に来ましたね。この10月中旬頃から。うん、それまで30度超えだったんですけどね。なので、あの、暖かくしてお出かけください。吉川さん、今日はあの、急遽寝出ていただきましたか。<laughs> あの、一言もらえると嬉しいです。いや今夜も本当に楽しかったです。あ、こちらこそです。あり,すありがとうございました。 モンチッチさんからメッセージでお疲れ様でした素敵なハロウィンをということでモンチッチさんもこれからハロウィンなさるんですかね皆さんあのー、ね体調に気をつけて楽しんでいきましょうまた来週は11月になっているので11月もよろしくお願いしますでは今日はこの辺でシグナさんありがとうございました、ね、ありがとうございましたまた来週も聞いてくださいまなのラフラジオでした